JR 東日本 E721 系電車 E721 系電車 E721 系電車は東日本旅客鉄道 JR 東日本の交流一般系電車である。本港では同系車両である仙台空港鉄道所有の SAT721 系 SAT721 系青い森鉄道所有の青い森703系 青い森703系及び阿武熊急行で導入予定の AB900 系、AB900 系についても記述する。本系列は当初、仙台支社で運用されている在来線電車の車両更新と仙台空港アクセス線での運用を目的に開発された。2007年、平成19年3月18日に開業した仙台空港鉄道仙台空港線。 名取駅仙台空港駅の建設事業では、仙台空港鉄道仙台空港駅と JR 仙台駅間の直通運転が計画されており、そのための両社共通車両の増備が必要であった。加えて、本系列の導入以前、JR 東日本仙台地区の在来線は、比較的通勤輸送にも適した3、扉車として、1989年、 平成元年から1992年、平成3年にかけ719系、1994年、平成6年から2001年、平成13年にかけ701系が導入されていたものの、以前国鉄から継承した455.457系、717系、417系が多く用いられてきた。それらの国鉄型車両は、一部はデッキ付きの 扉車だったため、ラッシュ時の乗降手間取りに伴う列車の遅延が続出していたことに加え、老朽化の進行により、取り替えが見込まれていた。また、従来車は、JR 車も含め、仙台地区をはじめとした、地方線区の低いプラットフォームに対応するため、出入り後部にステップが設けられており、バリアフリー化推進の障害となっていた。このため、 本系列は、地方都市圏における通勤通学、都市間輸送用車両としての汎用性を持った車両として、2006年の仙台空港アクセス線向けの500番台を皮切りに、同系の仙台空港鉄道所属車 SAT721 系、地域輸送用の霊番台が投入された。これらは、3、扉セミクロスシートという従来車と比較して、 通勤輸送にも適した車内レイアウトの採用に加え、低照、ステップレス化を実現したことで、乗降の円滑化と列車遅延防止など、仙台地区の大幅な輸送改善に寄与することとなった。その後2014年には青い森鉄道が輸送力増強を目的に本系列をベースとした青い森703系を投入し、2016年からは、 仙台地区の七百十九系の置き換え用として千番台の増備が行われている。また、二千十八年度より、阿武隈急行が老朽化の進んだ従来車両の置き換えを目的に a b 九百系を導入する予定である。製作を担当したのは零点五零零番台の大半トサット二十一系全車が、川崎重工業零点五零零番台の一部が、 東急車両製造、1000番台と青い森703系が総合車両製作所である。なお、AB900 系については総合車両製作所で製作される予定である。なお、低償化の実現などが評価され、E721 系0番台、500番台と SAT721 系に対しては、鉄道ともの会より2008年ドローレル賞が贈られている。 本節では便宜上、先行製造された500番台 P-501、編成を先行者、以降の車両を量産車と呼称する。また、突起ない限り、共通の事項を述べることとし、番台ごとの際は口述する。先術のように、仙台地区の提唱ホームに対応すべく、提唱者として、車体構造などの設計が従来車から細かく、見直された上で制作された。 また、ワンマン運転を想定したレイアウトとなっており、一部車両ではワンマン運転関連機器を設置するほか、機体応車についても機器類の準備工事がなされている。また、運用に弾力性を持たせるため、7 0 1系 h k と相互に連結運転が可能となっており、フォローや連結機高さ等の寸法、構造や引き通し回路は共通化されている。 また719系についても切り替えスイッチを扱うことで相互に救援を可能としている。形式は以下の通り、電動車と付随車で2両ごとにユニットを組む。MCM 車には、主変圧器、主変換装置、終電装置といった、主回路機器を TCT 車には、空気圧縮機、補助電源装置といった、補機類を搭載する。 M 社と T 社は1000番台のみに存在し、いずれも0番台の MC 社と TC 車から運転台とトイレがあった部分を客室に変更した構造としている。2>, 2両編成については、東北本線上で森岡方から MCTC の2両、4両編成については、MCTMTC 車の4両で基本編成を構成し、最大8両編成まで蘇生可能である。 構え体は軽量ステンレス製であり、混雑感は着席数の増加を図るため片側3扉の拡幅車体を採用する。車体形状についても建築限界との兼ね合いから裾絞りの視点を高くしている。車体については製造メーカーで広報が異なっており、川崎重工業製造の車両については、同社製造の量産型車両として初めて、側構え体に レーザー溶接を採用している。また、低昇化のため大枠横張り高さを標準の百五十ミリメートルから百三十ミリメートルに縮小しており、構え体強度の確保のため、側交代と屋根交代の主要な柱の位置を合わせるリング構造を採用している。低昇化により、客室の床面高さは九百五十ミリメートル、七百一経費マイナス百八十ミリメートルとなり、 ホームとの段差が 30mm、920mm ホームの場合、または 190mm、760mm ホームの場合と、従来車に比べ小さくな。このため、従来車に存在した乗降口のステップは省略されたほか、出入り口の靴ずりを延長したことにより、車両とホームの間の隙間も小さくなっている。ドア。 窓の割り付けは二両編成を基準に設定されており、千番台に存在する中間車についてもそれに合わせ左右、非対称となっている。また、床面の低床下に合わせ屋根高さも 70mm 低下しているが、屋根上点検台との高さを合わせるため歩み板、乱ボードを設けている。全面形状は 701K など、仙台地区の既存車両のイメージから脱却。 斬新さを出すとともに親しみを感じていただけるデザインが目指されている。先頭部は厚さ 70mm の FRP 製であり、貫通路が設けられ、閉結時にはホロを用いて貫通させることが可能である。陶火類は地上側からの視認性向上、着雪防止のために全面上部のガラス内側に配置されている。全消灯は HID1000 番台。 青い森703系は LED2 連、微灯が LED であり、いずれも横並びに左右の前面窓上部に設置される。また、標識灯部分の前面ガラスは熱線入りとしている。前面下部のスカートは排泄性を考慮し、隙間が少なく幅の広いものとしている。車外の行き先表示器は16ドット高輝度三色グラフィック LED 式のものを、側面は 車体中央部に各車一箇所、先頭部は貫通路上部に設け、行き先のほか、ワンマン運転や快速運転の場合は、種別なども表示めせる。また、車内終始型ワンマン運転を行う車両については、扉横に出入り口表示器が設置されており、機体応車も千万台を除き準備工事が行われている。 また、側面には片側2箇所スピーカーが設けられており、社外への案内放送、上高促進用発射メロディ、JR 所属者と SAT721 系は、ウォータークラウン、青い森703系は、青い森のファンタジー、使用白作曲の放送が可能である。運転台部の天井高さを確保するため、 前日の通り床面高さを 180mm 低下させた一方で、屋根高さの低下を 70mm に抑えたため、客室の天井高さは701系より 110mm 高い 2380mm となっている。内装は同時期に製造が開始された E531 系、E233 系に準じている。インテリアは、 自然豊かな環境を意識しながらも、都会的な上品さを合わせ持ったイメージとされ、壁や床敷物は自然素材の色彩や柄を用いた柔らかなイメージとしている。また、ユニバサルデザインの一環として、出入り後部の床敷物、側引き戸の室内側土先部を黄色としている。室内配置は七百一 k で採用されたオールロングシート構造ではなく、 上校扉の間にボックス式、クロスシート二組を配置し、それ以外の箇所をロングシートとするセミクロスシート配置としている。座席は E531 系と同じ寸法、構造としているが、ボックス席の座席間隔は 1585mm と E531 系の 1500mm より広くし、窓側には飲料などを置くことができる。 小さなテーブルを設けている。ロングシート部分は E531 系、E233 系と同様、一人分の座席幅は 460mm で701系より 10mm 広くなっている。モケットについては、後日のサット721系を除き、青色の未来や星空の雄大さをイメージしつつ、落ち着き感のあるデザインが用いられている。なお、 座席指示方式については、クロスシート部は型持ち式、ロングシート部は機器を格納するため、客来による指示としている。客用扉は、半自動扱いに対応した幅ミ3 0 0 m m の両開き式のものを採用し、開閉ボタンの取り付け位置は従来車より低い位置に改められた。途閉装置は、自家の空気式とし、閉まる時に乗降客やその荷物を挟み込まないよう、 閉まった後に一旦と平力を弱め、脱出しやすくしているほか、量産車からは、開口10センチメートル程度となった時点で、閉飛作が一旦停止してから扉閉めを完了する、機構が採用されている。ドアチャイムがついており、ドアが開くときは1回、閉じるときは2回鳴るようになっている。ドアの室内側上部には開閉表示灯も設けられている。側引き戸のガラスについては結露防止のため、 服装ガラスとしている。客用扉上部には LED 式車内案内表示器、一段式が設置されている。便所 a TC、車に真空吸引式のものが設置され、電動車椅子での利用にも対応可能な面積が確保されている。その横には車椅子スペースも確保されている。連結部の貫通路は701系に続き、広幅のものが採用され、 両開きの貫通扉、傾斜式庫並走地付きが設けられている。乗務員室は701系に準じた、半室構造であるが、701系と異なり、引き戸で完全に仕切ることができるようになっている。運転士の視認性向上の、ため高運転台構造となっている。また、この部分については、前方視認性の確保、従来車、701系との並結に伴う連結機。 高さの制約から従来車相当の床面高さ 1130mm とした。このため客室とは 180mm の段差が生じており、視認できるよう仕切り、引き戸のガラスは下方まで拡大されているほか、通路部は注意喚起の目的で黄色とされ、段差の各部には赤色の LED が埋め込まれている。また、夜間などでも十分な照度が得られるよう、天井には、 ダウンライトを設置している。運転台は、左手操作式、ワンハンドルマスコンとしている。機器に関しては、保安装置、補助電源装置、電動空気圧縮機は二重系とされ、一方が故障しても健全な機器に切り替えることで、なるべく運行が続けられるよう配慮がなされている。また、床下機器類については、低照化に対応して、配管や配線経路の見直しや、 機器の高さの縮小がなされている。また、台車上部に配線、配管が確保できないため、側窓柱間に配線、配管し、引き通し線は、車両上部の歩み板内部に格納されている。また、接中での応急処置を想定し、配電板や応急処置に必要な工具は室内に格納されている。台車は E531 系、E233 系の 電車ホーム向け低照台車 DT71TR255 系をベースに、さらなる低照化への対応を施した軸量式、ボルスタレス台車、DT72 系同台車と TR256 系付随台車である。ただし、青い森703系は、同系の TS-1037 型同台車、TS-1038 系付随台車、1000番台については、 紹介料、工述のため、DT72A 型同台車、TR256A 型及び同 B 型付随台車に区分される。台車は、車両の床面高さを大幅に低減させる必要があったため、台車枠は、側枠中央部を引き下げた弓型台車枠とし、そこに空気バネ、枕バネを設置して、車体の空気バネ支持高さを低くしており、加えて車輪は、 一般的な日本の在来線車両の標準により 50mm、小さい新生時直径が 810mm 径のものを採用している。同台車については、歯車装置も小型化する必要があったため、大歯車を小型化している。ギア比は15.93となっている。各軸の軸箱体先端には、軸ダンパが装備され、牽引装置は一本リンク式である。 戦闘台車は増粘着装置を搭載する。動力車には MT76 計算小誘導手電動機を一台車あたりに機、搭載する。戦闘台車には雪かき装置が装備されているほか、空転、滑走防止のため、セラミック噴射装置を0.500番台、SAT721 系、青い森703系では、MC 車の第一軸と第四軸、 TC 車の第一軸に、1000番台では、MG 車の前くらい側、M 車の後くらい側の同台車に取り付けている。ブレーキ方式は回生ブレーキ併用電気指令式、空気ブレーキとし、回生ブレーキは T 車遅れ、米制御を行う。ベッド直通予備、そもそも即、大切の各ブレーキを備える。また、台車単位の滑走防止装置を設け、 滑走を検知した場合、当該台車のブレーキ力を一時的に弱め、再粘着を促進する。三菱電機製の CI-14 である、イベット素子による3レベルコンバータプラスに、レベルインバータで構成されており、主変換装置1機で1台車、2機の主電動機を制御する 1C2M 方式であり、1台車分の回路を開放した状態でも最大勾配で、 起動可能な性能を確保している。イベット素子を使用した富士電気製の静止系インバータ SC84 を搭載する。冗調性確保の観点から、主回路部及び制御部それぞれを完全に二重化した大気二重系システムを採用した。定格容量は4.5区場、交流 50Hz、12kW、直流である。 スクリュー式の MHz 1112C1600MF を編成あたり2機搭載する。1機あたりの容量は 1600L、min である。通常は1台を交互に使用するが、蓄圧不良をブレーキ制御装置が検知した場合、自動的にもう一方に切り替わる。PS108 型をベースに、主枠組材質をステンレスに変更。 着雪防止のため丸パイプ化を行ったシングルアーム型パンタグラフ PS109 を MC 社 M 社の5位寄りに一機搭載する。折りたたみ高さを 4100mm とすることで戦在線にも走行可能としている。冷房装置は屋根上に集中型の au730G2K48.84kW を設置しており、冷媒には オゾン破壊係数例の心霊媒 R407C を用いている。暖房装置についてはシーズン,センヒーターをクロスシート下部、ロングシート客台正面に取り付けている。また乗車率や車内、車外の温度を検知し設定基準温度や風量を自動補正する機能が備えられている。編成単位での分割、併合を容易にするために MG 車、 TC 車の前くらい側に自動解決装置と二段式電気連結器を備える密着連結器を装備し、その他は半永久連結器となっている。なお、1000番台の TC 車5くらい、TO 箱くらいの半永久連結器は衝撃を吸収する蘇生変形タイプの干渉機能を有し、衝突時の衝撃が伝達しにくい構造としている。なお、 7 0 1系との並結は電気連結器の接点で自動的に検知する。7 0 1系との並結時は上段のみを使用。モニタ装置として門16型を搭載する。これには7 0 1系のモニタ装置アイス二2 3型との読み替え装置が設けられており、並結時にも両者間で機器の動作状況が監視や制御が可能である。また、運転状況記録機能を持つ。 いずれも ATSPS 型を搭載する。二重系となっているほか、701系との並結時には、減速度の違いから、速度調査パターンを同系列と同じ調査パターンに切り替える機能が搭載されている。自動放送装置、日本語と英語の2カ国語対応が搭載され、モニタ装置から伝送される情報をもとに、自動放送装置に記憶された。 運行情報から必要な地点で適切な放送を自動的に行う。音声内容は IC メモリーカードに記録している。なお、ワンマン時、車掌乗務時ともに自動で案内放送が行われる。また、非常通報装置は乗務員と相互に通話可能なものとしている。本系列は2種類の性能モードを有しており。 本系列単独走行の場合には軌道加速度時速二二点キロメートル s となり、最高運転速度時速百二十キロメートル対応の性能となるが、七百一 k 平均時には七百一 k に合わせた性能となり、最高運転速度は時速百十キロメートルに抑えられる。仙台地区の地域輸送用の車両である、二両編成四十四本が投入され、 2017年現在、後日の自己廃車を除いた42本が、仙台車両センターに所属する。編成番号は、PXX、車両番号である。車体装飾体の色は、仙台支社所属の701系や719系、例番台と同様の緑、フレッシュグリーン赤白であるが、他系列と異なり、枕タブにも緑の帯を入れている。 内装については、500番台の大型荷物置き場をロングシートに変更した構造としているほか、本番台以降については E233 系に順次、優先席部分の床材を赤紫色と灰色のツートーンカラー、吊り革をオレンジ色とすることで、優先席以外の空間との区別が明確にされている。また、一部編成では、 車内収中式のワンマン運転に対応した装備が搭載されており、整理券発券機、運賃箱、出入り口表示器、液晶ディスプレイ式運賃表示器が設置されている。最初に455、4 5 7系、4 1 7系、7 1 7系の老朽取り替えようとして、2006年、 平成18年11月から翌2007年10月までの1年間で2両編成39本の計78両、すべてワンマン運転非対応が導入され、2007年2月1日より、東北本線で3月17日から常磐線で4月22日から仙山線で順次、営業運転を開始し、上記の旧型車117両を置き換え、一旦増備は終了した。 2010年には仙台車両センターの701系の補充用として当初からワンマン運転に対応したゾービー車2両編成5本の軽重量が同年9月に川崎重工業で落成し同年10月より営業投入されているこれらの編成については701系と共通運用されておりワンマン運転も実施している 2017年3月4日改正からは、万越再選での定期運用を開始している。これに関連し、一部のワンマン非対応編成、P-10 から13、16、17のワンマン運転対応改造が行われている。2007年、平成19年3月18日に開業した、仙台空港鉄道仙台空港駅と、JR 仙台駅間との直通運転。 仙台空港アクセス線専用の車両で2両編成4本の計8両が製造された。仙台空港線を運行するにあたって特有の設備を有することから車両番号が500番台に区分されている。編成番号は P-5XX 車両番号である。うち P-501 編成は本系列の先行車として落成したため一部仕様が異なっており、 営業開始前に必要な改造がなされている。外装は腰帯を仙台支社所属車両共通の緑色、フレッシュグリーンと青色、スラストブルー、マクイタブの帯は青と水色、ブライトスカイとし、空港アクセス用イコール空をイメージしている。前面についても貫通扉を黒色、ジェットブラックとし、力強さを表現している。内装は 他番台と異なり空港へのアクセスを担うために雲イ721系の後くらい側の車端部に大型荷物置き場を設置している。この荷物置き場は上下二段構造で断髪器のバーを設置している。このため他番台と異なり当該箇所には窓がない。また前編成が運転台にドア開閉や放送に用いるスイッチを本設置し、 ワンマン運転に対応しているが、仙台空港線では、最大6両編成での都市型ワンマン運転、運賃駅中時型を実施するため、例番台と異なり、運賃表示機や整理券発行機を設置せず、ミリ波対電波により、運転席前方上部の三つの LCD モニターに、ホームの三箇所の映像を映す、ホーム映像現送システムを搭載している。先行車である、 P-501 編成は2006年2月に、川崎重工業で落成し、各種試験を実施した。その後、同年9月から10月にかけて P-502.503 編成が、川崎重工業、P-504 編成が、東急車両製造で製造され、仙台空港線の開業日である2007年3月18日から、営業運転を開始し、 工術の SAT721 系と共通運用されている。仙台地区で運用されている719系で、バンダイの置き換えを目的に2016年秋から2017年春にかけて導入されたバンダイで、例バンダイをベースにマイナーチェンジがなされている。全車が仙台車両センターに所属する。編成番号は P4XXXXX は、 車両番号か二桁である。置き換え対象とされた719系例番台は2両、1編成だが、ワンマン運転非対応という事情から、実際の運用では4両もての運転がほとんどで、あったために両編成にする意味合いも、薄く本系列では4両固定編成とされた。19本76両が、総合車両製作所、中間車38両が、ニ一事業所、 先頭車38両が横浜事業所で製造され、2017年3月までに全編成が導入された。2016年11月30日より、東北本線で同年12月7日より、常磐線で同年12月9日より仙山線で順次営業運転を開始した。本番台は本系列では初めての4両固定編成となり、 新たにモハイイ二十一型とサハイイ二十一型が登場し、例番内の二両編成同士をつなげて四両編成に、したものと比べ定員が増加五百四十名五百七十四名している。このほか以下の変更が行われている。サット二十一系は、仙台空港鉄道の自社発注車で、二千六年十一月に二両、編成三本の、 計六両全車が川崎重工業で製造された。仙台方が制御電動車のサット七百二十一系、仙台空港方が制御車のサット七百二十型で、車両番号は百番台、百一から百三が付与されている。編成番号はサ a c s 車両番号である。二千七年三月十八日の仙台、空港アクセス線開業と同時に営業運転を、 開始した。外部塗色は、正面の運転台周りと側面の上下に、青色帯、体、正面と側面下部に、黄色の細体をまとっている。座席表地は赤を基調とした配色で、枕部は、着席単位に分割されない布地である。保安装置、運転機器等他の仕様は、e、E721K500 番台と同一で、同社と共通運用されているか、 併結して運用されることもある。車両管理業務は JR 東日本の仙台車両センターに委託されている。青い森703系は青い森鉄道が E721 系をベースとして新造した車両であり、2013年に2両編成2本が総合車両製作所横浜事業所で製造された。形式は 青森法が制御電動車の青い森703型、目解き方が制御車の青い森702型となっている。編成番号は設定されていないが、車両番号は青い森701系と重複しない11、12、となっている。青い森鉄道では2002年の暫定開業時及び2010年の全線開業時に JR からの701系1000番台の譲渡車、 および7 0 1系1 5 0 0番台をベースとした新造車を投入し、青い森7 0 1系として運用していたが、筒液駅開業による利用者の増加が見込まれ、さらに祭り機関の対応や、陶器の着膨れ対策として輸送力の増強が求められていた。一方で JR から譲渡可能な中古車両がなかったことから、暫定開業時に、 申請した青い森7 0 1系1 0 0番台以来11年ぶりの新造車両として導入された。車体、走行機器は e 7 2 1系と同じだが、先頭車上部の全消灯が本形式以降 HID から LED、発光ダイオードを用いたものに変更されている。運転設備は例番内に準じた、運賃車内収知型のワンマン仕様になっている。 外装は、同社で運転されている青い森701系に順じ、水色を基調に、同社のイメージキャラクターである、モーリーがあしらわれているが、ピンク色の、モーリーが一両に1箇所追加されている。車内設備、内装、座席配置もい、e、い721系と同じであるが、客室と乗務員室通路部の段差にはスロープが、設けられている。 2013年10月に,に編成の導入計画が明らかとなり、2013年11月26日から27日にかけて、総合車両製作所横浜事業所より、公衆輸送され、筒井駅が開業した2014年3月15日ダイヤ改正から営業運転を開けした。AB900 系は、阿武急行が E721 系をベースとして、 新造予定の車両である。1988年の開業以来使用してきた8100系電車の地下下を目的に平成30年度国庫補助事業により導入される。2018年7月1日の福島民有新聞及び同日開催の阿部急前線開業30周年大感謝末で形式名と車両形態が公式に発表された。新車の形式は 阿武熊急行の通称、阿武急に由来する。車体のアクセントカラーは、沿線自治体の自然や花をテーマに5種類設定される。車内は、福島側と月の木側で、ベースカラーが異なる。福島方は、花の王国を表す暖色系、月の木方は、森の戸を表すグリーン系となる。車両は、総合車両製作所で製作され、 計10本20両が配置される。最初の編成は2019年3月の完成、同年7月頃からの営業運転開始を予定している。本系列は2017年4月1日現在、JR 仙台空港鉄道所属者が仙台車両センターに、青い森鉄道所属者が青い森鉄道運輸管理所に配置されている。 通常の営業運転では6両編成が最大である。運用範囲は以下の通りである。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震東日本大震災では常磐線新地駅に停車していた霊番台4両 P-1P-19 が津波によって流され大破した。当該車両は同月十二日付で廃車となり、 同年4月14日より数日間にわたり現地で解体された。これら車両の代替名目での心臓は行われなかった。なお、被災車両の一部は福島県白川市の JR 東日本研修センター事故の歴史展示館車両保存館に保管されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。